最近信号ってあるんですか？誰も。直接言えよ。どんくさい。どんくさい。誰が言ってるそれ？逆に。会室内ではなるべくおとなしくして。子供か。あれはほぼパワハラです。やってらんないやつ脱退するかもしれない。脱退宣言するかも。高木慎吾チャンネル。来た来た来た。はいどうも高木慎吾チャンネルです。今日もやってまいりました。今日は何しましょう。高木選手をよく知る関係者の方々から。うん。タレコミをかき集めてきたんで。タレコミ？ほう。普段の高木選手はどういう感じなのか。ほうほうほう。フレームクレマ？クレームされるの？いいところと直してほしいところと高木選手に言いたいこと。あ、まあまあこっちのね言い分もあるからね。本当かどうかっていうのもあるからね。そうです。はい。緊張するじゃないね。来た来た来た！高木慎吾チャンネルスタッフ。はい。からのタレコミ。はい、もう言うで、みんないるじゃねえ。タレコミっていうか、もう、直接言えよ。はい。まず、いいところ。はい、はい。撮影の時、休憩があったら、ご飯に連れて行ってくれ。おー。直してほしいと。はい。YouTube の撮影の時、カメラが回ってから、かなりの確率で電話が鳴る。あー。そうっすね。電話、そんな鳴ってるかな？よく、整体の先生から電話。あー、はいはいはい。あー。たまたま、多分ね、整体の先生も多分ドラゴンパワーというかね、ドラゴンのつながりを感じて、かかってきちゃう。普段電話、もう今はあんまり電話かかってこないですからね。マネージャーさんから。はい。いいところは、部屋が綺麗なところ、ね。一緒に住んでるみたいじゃん。YouTube の撮影の時、いつも飲み物を出してくれる。あ、今日出してないじゃないですか。買いに行く時間なかった。出しますか？どんなことにも前向きに取り組むところ。ああ、なんかもっとけなされるんだと思ったけど、恥ずかしいじゃないですか。頑張りますよ、うん、直してほしいところ。はい。説明資料などはちゃんと読んでください。本当に読まないですね。読んだけど理解しない、覚えてないみたいな。レスラーはみんなそんな感じ？そんなことない。もうちょっとちゃんとね。連打が多いじゃないですか。連打っていうか連発。逆クレームです。逆クレームじゃないけど。怒ってますよ。怒ってる。何回かリモートも結構スルーしたことあって、カレンダーとかに書いてても忘れてる時とかあるから、飛ぶ時ありますよね。言いたいこと、 LINE の文章もちゃんと読んでください。なんか最近ありましたね。私選手がこれでって言われたから、私がこうですねって返したら、いやこうえっていう。あ、いや、まあ途中でちょっとまた変わったんですよ。インスピレーション、マネージャーとは基本やり取り早いんですけど、その間にちょっとこうひらめいたというかね。気分が変わったみたいな。新日本プロレス取締役会長菅林さん。おお、まあ絡みないのに。高木選手のいいところはチケットを売ってくれるところ。すごい裏事情じゃないですか。はい。まあ、地元ぐらいしか売らないけど、地元はちょっとね、やっぱ仲間が多いんで、はい。頼んだ仕事を断らないところ。おーい、そうですね。もう NG なしをみたいになってますからね。高木ひろむのツートップじゃないですか。 NG なしをコンビ。直してほしいところ。あるの？絡みないのに。あんまりサイン会ファンイベントをしてください。え、もしかして会長がファンなの？いや、個人的にはね、そういう機会があれば。40ですからね、こだわりもなくオープンにやっていきたいですけど。じゃあ次、うん、スタッフの下田美馬さんから。おお、美馬さん。はい。高木選手からはいつも背筋がまっすぐで何も動じない強さを感じますが、その風格を作り出すには陰でのトレーニングはもちろん、いろいろなものを見たり感じたりする洞察力に長けているのではないかと思います。長いな。もう大先輩ですからね、美馬さんはね。はい、ありがとうございます。直してほしいところ。お、あるの？あるの？はい。選手目線で見た私からは、もう少し場の雰囲気を読んでねと思う時があります。どういうこと？試合中に空気読めないってこと？どういうことだろう？例えば、今っていうタイミングでタクシー呼んでくださいとか。ああ。こっちの空気を読んでほしい。なるほど、なるほど。何人もいるわけじゃないからね。重々承知しました。下手対策、反応もないですか？あ、もう反論できません。そうですね、空気を読んでね。
大事ですね。今後ともますますのご健勝を記念いたします。以上。以上。すごい短いんだ。はい、はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。じゃあ次の方、はい、工業セクションレフェリー佐藤健太さん。おお、はいはい、すごい、本当にいろんな人に聞いてんだ。恥ずかしいんだけど、なんかこういうのあんまりないですね。恥ずかしい。はい、いいところ、はい、背筋がいい。背筋がいい。実は結構腰痛持ちだから、こうなん猫背になると腰痛くなるから、ちょっとこう張ってるだけで、逆に背筋がいい分腰張ってます。はい、はい、あとプロレスが大好きだと。ああ、好きそう。高井さん、ああ、いや、好きそうに見えるのかなって。佐藤健太レフリーとめちゃくちゃ会話するわけじゃないけど、まあレフリングしてさばいててもらってる中で感じるんでしょうね。はい、ありがとうございます。直してほしいところ、うん、おホテルのルームキーを忘れないでください。ああ、多分仙台かどっかで鍵を落としちゃってみたいな。落とし物とか忘れ物は多いです。はい、言いたいこと、うん、怪我のないように頑張ってください。ああ、本当ね、そうですね。怪我をしない、怪我をさせない、それがプロであるね、心構えですから。はい、じゃあ次の方、工業セクションリングアナ阿部さん。おお、阿部さん、はい、いいところ、プロレスに対し熱い情熱を持っている。ああ、なるほど。やっぱ恥ずかしいですね、なんか。なんかどう、あ、うん、そうっすね。なんか褒められると恥ずかしい。怒られた方がこう感情的になるからね。感情的になって喜怒哀楽がというか、はい、プロレスファンの感覚で昔のプロレストークができる。ああ、そうですね。阿部さんとは結構内藤とかも新日本しか見てないし、武士とかヒロム、まあヒロム意外とヒロムの方が見てる、ね、バーのカウントから2人で隣同士でなんか大仁田敦についてちょっと語ったことありますね。意外とだから今の若い子たちとは話し合わないですね。直してほしいと。うん、プロレスの知識がすごすぎてマニアックすぎることを言われてもわからない時がある。あ、そうか。だから阿部さんならわかるだろうっていうすごいドインディーの話とかしたらさすがにわからないっていう、うん、誰かに分かってほしいなと思って。意外とスタッフとかの方が詳しいのか。詳しいですね。言いたいこと、うん、また昔のインディートークをしましょう。はい、やっぱほら今新日本で試合しますけど、やっぱインディー魂というかね、うん、あれ残ってますから、その初心っていうのはね。はい、選手、バス、ドライバー一度一度、はい、誰とも言わないですね。はい、いいところ、うん、社交性がある。おお、自分のチームをしっかり持っている。はいはい、アントニオ猪木さんの新日本イズムを持って戦っている。あ、そうなんですか。そうなんですかとか言って、今こうプロレスですごいこうなんだろう、エンターテインメントの一環、娯楽みたいになってるけど、我々の時は強くてごつくてすごくなきゃいけないっていうのをね、浜口さんにすごい教わってきたから、リング上がる限りはやっぱ強さと凄さと迫力を見せていこうみたいなのありますよね。直してほしいところ。はい、ちょっといっぱいあります。そんないっぱいあるの。いっぱいあるの。ちょっとやばいな。マイペースで協調性がない。なんでそんなこと言われる。駅とかにロータリーのところで降りたらいいのに、あとちょっともう一個先行ってくださいみたいな、どこでもいいじゃんってドライバーは思ってるんです。降りれれば。あ、まあまあまあ、降りやすいところであれば。それがマイペースかな。ああ、なるほどね。そういうのこだわりなのかな。どんくさい。どんくさい。どういうこと。どういうこと。ちょっと待ってが多い。誰が言ってんのそれ。逆に。ちょっと待って、何に対してだろう。ちょっと待って多いかもしれない。今日も朝からもう言って。あ、まあ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 、時間をうまく使えない結構病気ですね。本当は試合後すぐに会場を出たいのに、ドライヤーでゆっくり髪の毛を乾かしている。しかもそのドライヤーの時間が長い。それ誰、それもドライバーさん。ドライバー、あー、やべ、見られてんだ。見てたのは、うん、乾かさなくてよくない、そのまま出ればいいじゃん。髪が傷んじゃうからね。すぐ乾かさないと。いや、まあ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 、チームなんか変わんないっすよ。もし若手とかがいたら、高木選手のドライヤーのせいで出されるって。そう、ドライヤーが10分とかしてたらあれだけど、ほんと気持ち急いでる。ドライヤーはちょっと気使うかもしれない。使ってないからやってんのか。言いたいこと、うん、コーチで毎回くれる 芋けんぴが美味しいです。あ、
れね、高知のお知り合いの社長さんがいつもくれるんですけど、あれ高知駅に売ってる芋けんぴが本当美味しくてね、本当止まんなくなっちゃうんで、うん、次、ロスインゴのティタン選手。おお、ティタン、ちょっとこれ LIJ メンバー来たらなんか怖いんだけど、これ次第でもうやってらんないやつ脱退するかもしれない、脱退宣言するかも。じゃあまずいいところ、偉大な友である彼が食事に誘ってくれたこと。すごいな、もう偉大の時点でもう偉大しか耳に入ってこない。忘れない思い出です、ね、はい、ありがとうございます。グラジアス、グラジアス、グラジアス。直してほしいところ。え、ティタンは？ティタンないでしょ。あるの？友情がさらに深まることを望みます。おお、めっちゃいいやつやん。ティタンはすごいよ、いつも俺をお祈りしてますからね。心の友ですよ、ティタンは。言いたいこと、うん、私は彼を尊敬していますし偉大なプロレスラーです。誰かに言わされてんのかな。あまりにも褒めすぎてて、何にこのティタン、そんな優等生なんですね、人間的にも。彼はでもすごい、すごい、ま、あの解説でも褒めたけど、ものすごいマインドがね、勝っても負けてもこうマインドが素晴らしいから、俺も本当にリスペクトしますよ、ティタンは。もう一言、はい、自分は彼から多くのことを学ばなければなりません。教科書、もう ここで終わった方がいいんじゃない。ティタンのこれでこの後が聞きたくないもん、なんかもうむしろ。次一応いきます。名前伏せて。何です。名前最後に言います。はい、じゃあまずいいところ、はい、控室トークは面白くないのにリングだとウケる。さては控室が練習台だな。そう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 。あ、そうなんですか。そう、控室でわずとこう、まあ具合ですよね、ボテボテになろうがもうどんどん放っていこうみたいな、それがまあ僕のマインドですよ、マインドコントロール。どうでもない、どうでもいい、くだらないことを言うと。はい、直してほしいと。うん、全く面白くないのに誰かが笑うまで話しかけてそんな、いや、あ、もう それやっぱしつこく言ってくっていうのも大事だから、同じことを笑わなかったら違う言い方を、もう一回聞いてるのに違う言い方したら笑うのかなと思って、3回ぐらいも同じ話する。3周してもちょっと話し方を変えても笑わなかったら諦めますけど。面白くないっていうことじゃない。そしたら、あ、今の話は面白くなかったんで、こう学習して終わり。うん、まあ次言いたいことで誰かわかる。うん、そろそろ高木チャンネルで丸具商店に来てください。うん、ああ武士、マッスル唐揚げ一日店長完売するまで帰れま店でお待ちしてます。帰れま店ってどういうこと。唐揚げ一日で全部売り切る。なるほどね、やりましょうかね。足立区、葛飾区、あの境目ぐらいですね、確かね。え、武士なんか褒めてたっけ。褒めたことない、褒める言葉ない。リングだと OK。 あ、リングだと OK。リングです、だってリングでそんな面白いこと言わない。あ、でも、リング上でいつも武士はマスクかぶってるから、よく武士は冗談言って笑わせてますけどね。鼻で笑ってますけど。うん、じゃあ次。はい。いいところ、メンタルの強さ。うん。直してほしいところ。うん。自分でボケをした後、すぐに、今の面白くないと笑いながら聞いてくるところ。なんか武士と似てるじゃない。あれはほぼパワハラです。もう今までだんだん分かってきたな。面白くないならしょうがないけどね、やっぱそのツボがやっぱ違うんですね。笑いの感覚がね。ポジティブです。ポジティブです、ポジティブ。はい、向こうはパワハラって受けた。パワハラ、あー、やめたほうがいい。前は結構ね、いや面白い話があってさーって言って笑ってくれないっていう。ドラゴンゲート時代はそれで笑ってくれたっていうのは多少これがあったのかなっていう。あ、じゃないですかね。うん、そんなことないだろうな。まあまあまあ、はい。言いたいこと。うん。試合前に必ず乳首周りの毛を剃ってる姿を見ますが、そんなにすぐに生えてくるんですか。そんな毎回じゃないよ。まあそんなとこ別に見えるのかって言うけど、なんか自分の中で感覚的になんかこうリアクションしづれえな、俺。うん。まあ自分のルーティンですよ。うん。試合前にちょっとなんか気になるんですよね。乳首に毛が入っててチョップが痛いとかそういうのじゃないよね。関係ないんだけど、なんか気持ち的に嫌だみたいな。はい、すごい細かいよね。ヒロムさんからでした。はい、もうすぐ分かりました。
最後。最後。内藤さんからです。うん。もう内藤しかいないですね。いいところ。逆にどっかあります。おお、そうきた。そうきた。あるんなら教えてください。最後やっぱティタンの方が良かったんじゃないの。逆に教えてくれと。逆に教えてくれ。最近2、3回ちょっと送ってもらったんだよ、この辺まで。方角一緒だよねみたいな、近くまで送ってくれと言って、一生懸命話してて、話が終わってないっていうことを理由に家の近くまで送ってもらってだけどサイダーとプロテインジュースご馳走しましたから、で喉渇いたんですよ。おー、じゃあ買ってくるよって、珍しくコンビニまで走ってそれお礼ですよ。直してほしいところ、はい、機械室内ではなるべくおとなしくしてください子供か小学生の子供か なんかね、なんで別に内藤には話しかけてないんで、うん、みんな言うほどうるさいと思わないんだけどな。試合に集中したいのかな、じゃないですかね、試合前なの。でもコミュニケーション大事じゃないですか、そこでね。こんな話すな話すな言われたの初めてだよ、逆に黙っててほしいとそんな最後言いたいこと、うん、俺は高木専属の運転手じゃないからやばい、バレてる。実はまだタイミングいいとこあったら、ガソリンないとき俺ガソリン入れるからっつって、ここ5年間1回も入れてないなと思ってまあお互いさんは向こうからも結構た、ね、頼まれることもあるしね、うん。高木慎吾チャンネル、はい、はい、最後ティタンの方が良かったんじゃないのティタンのことがだらんだら最後ハッピーエンドで、これ内藤だとこう微妙な、いや逆もう編集でちょっと最後ティタンにできないんだよティタンの、別に俺リアクションしなくてもティタンの言葉だけでもう神秘的な人みたいに見られてるどっかのお寺の住職みたいな。最初は褒められて恥ずかしかったけど、控え室でそんなうるさいとは思えないけどな。一回検証でね、ちょっとこう隠し撮りしとくのもいいかもしれないですけど、あ、いいですね。こんな喋ってるかなっていう、なんか一番意外だなみたいな、ん、意外なっていうかね、8割ぐらいはもうティータンの褒めの言葉しか言わないから、うん、あなたのようなマインドになりたいみたいないやー、本当に、いや、ポジティブで、もうダメだね、ポジティブな言葉しか残らないっていう。ティータン、ありがとう他にもいっぱい言ってます。他にもね、いい言葉しか残らないっていう